おはようございます。2月10日相場解説朝7時53分になります。今年に入って私の相場解説が非常に分かりやすくて的確だというふうなね、ご指摘を何名かの方にいただきましたけども、これはですね、私も必死に伝えようと工夫はしているんですけども、私のねその工夫の成果だけではないんですよ。これ情報を受け取る方のやっぱりレベルが上がってきたんだと思います。分かりやすくなったということは分かりやすくなるまで頑張ったということなんで、これからも引き続きですねご覧いただきたいと思います。それではですね、週が変わりましたので、ウィークリーの方から見ていこうかと思いますね。今日は月曜日になっております。これウィークリーで、まあ、いつものやつやっていきましょうか。もうこれ1年やってますかね、こういうふうに3点つけてね、もう1年経つわけですよ。こういう風になってるわけでしょ。で、こういう風に進んでいるよってこと。で、ここが今来てるところなんですよね。まあ上昇トレンドという形ですか。こんな形でございます。まあ、ちなみにここが1月3日、去年のですね。426万ですか、一発で。ドカーンとこれいけたわけですよね。すごい大きいですよね。はい、この右肩上がりになってるよってことです。で、この線に沿って、抑えられて下に行くのかなと思ったら行かないんで、もうこの線はね、あまり気にしなくていいかなと思います。では次の時間軸行ってみます。これが、日足になっています。日足でですね、W が右辺が強いという、そういうふうなね、見方をしていらっしゃる方もいるんですけども、いい機会なんで、ちょっと W のおさらいしときますけども、W が右辺が強いっていうのは、どっちかっていうとね、この真ん中の、くびれが、こうですね。こんな形になった時がまず第一です。ここよりもここがくびれてる時ですね。下に行ってる時。で、今回のこの W に関しては、どちらかというと真ん中がこういう風に出てますよね。だからこれ W と見るよりも、この V で見た方がいいと思いますね。要するに、ここを超えたら、ここが、かなり進むよっていう形ですよね。で、こちらの方は W、本当こういう形が来るとね、見やすいんですよ。今度赤で線引きますけども、こういう風に、W からね、進んできたときに、ここを突き破ったら、ここまで行きますよってことと、ここを突き破ったら W が右辺が強いが進みますよってことなんですよね。まあちょっと余談でございました。W のおさらいでしたね。もちろんね、この形を W が右辺が強いって見ても悪くはないんですよ。そこに気づくのもすごい大したもんだと思います。で、今回なんですけども、おそらくですけども、ここを頂点としてですね、こっからは下がっていくんではないかなと思いますよね。こういうふうに。下がり目に入っていくんではないかなと思います。まあ、ですので、これどこまで下に下がるかはわかりませんけども、今度上に行ったときは、このあたりでね、反転すると思って、難しいんですけども、反転狙いっていうのが狙えるかなっていうところですよね。まあ、右肩上がりと思ってもまだいいかなと思いますけども、出入りはちょっと難しいですね。これ4時間なんですけども、4時間は、こちらの方がね、ゾーンになってますね。こちらの方がゾーン。で、ゾーンに達する前に、ひっくり返っていきました。で、これはね、どこに由来するかと言いますと、後付けになりますけども、ここ、陰線がたくさん出た後に、ズバッと、ここまで落ちて、さらにここまで落ちてますよね。そのきっかけになったところをゾーンと捉えていくっていうのは後付けで、後で気づくことなんですよ、これは。最初から分かってれば、もっといいんですけどもね。私は分かりませんでしたので、ここで、反転するゾーンがあったんではないかなっていうふうに考えることですよね。で、それからですね、もう一つ重要なのが、ここにも力点が入ってるんですよ。だからこれ、今、陽線が出て上の方に上がってるんじゃないかなっていうふうに、これも後付けで気づければと思います。あらかじめ分かってれば、これはエントリーできるわけなんですけども、ことが終わった後に、あ、こうだったんだっていうふうに振り返りも結構大事ですからね。では、1時間の方を見てみましょうね。はい、1時間の方でございます。緩やかに、ここからですね、売りの方に向かっていくかなってことです。今瞬間的に買いで入ってますけども、買いが入ってますけども、これは売りの方に向かっていくんではないかなと。包み足が出てるのはここですから、ここまでは売りで取っていくような方針で、今週前半は考えていこうかと思います。よろしいですかね。
分かりやすかったですかね。分かりやすいとしたら、あなたの力量が上がったんだと思います。それでは、失礼します。